はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さんこんにちは、かもつけです。ですね、今回はこちらルソンアトラスのですね、割り出しをしていきたいと思います。正直、まともな卵取れておりません。で、産卵も数が多くなかったので、18度管理から常温管理ですね、に上げました。とりあえず1個ありましたけど、また俵型ですね。一応採卵の結果がこちらですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,9 個。1回の採卵数としては多いんですが、相変わらずちょっと俵型なんですよね、すべての卵が。なのでちょっと怖いな。一応ね、同居させてはいるんですけどね、あんまりいいのが取れてないですね、卵の状態が。それがちょっと気になるところではありますね。本当だったらもうね、
まん丸の卵が取れてもおかしくはないんですが、なぜかですね、全く有精卵っぽいのが取れてないというのが現状なんですよ。どうしたんですかね。ちょっとこれ以上どうやりようがないのはやりようがないんで、まあ、ダメだったら1週間以内に腐るんですよ、こういう卵って全て。なので多分まあ結果はおのずと見てくるんじゃないかなと思いますけどね。それではですね、ルソンアトラスのですね、割り出しを終わりたいと思います。